全世界のマネージャーの皆さんこんにちはアイドリッシュセブン泉より役の増田敏樹ですアイドリッシュセブンが2022年8月20日に7周年を迎えますおめでとうございますいよいよ7周年アイドリッシュセブンにとって特別な年をみんなで迎えることができてとても嬉しいですもう6年ですか こうやってアプリで始まってイベントやライブさまざまなステージもそうですしアニメを通してもう一度演じる機会をいただけてその度に泉いおりを作っていくというか向き合っていくことで、えー、徐々に徐々に彼の輪郭がなんかはっきりとしてきたっていうことが僕にとっての6年間だなって思っております。なんかとても、ね、あの長いようで うん、本当に一瞬だったなと思いますし、えー、7周年を迎えたからって終わりではなくてああもっともっとこれから彼は成長するだろうし変化していくだろうなというのを感じる、うん、6年間だったと思います皆さんすでにご存知かとは思いますが今年は放送ではなくなんと8月20日と8月21日の両日アイドリッシュセブンセブンスアニバーサリーイベント オンリーワンス、オンリーセブンスのイベントが開催されますマネージャーの皆さんと一緒に時間を過ごせるのが楽しみです皆さん、第五部のストーリー楽しんでいただけましたでしょうか第五部も不穏な感じの終わり方で個人的にこれからどういう展開になるのかドキドキですが皆さんと一緒に乗り越えていきたいと思いますまだの人はぜひ読み逃さず第六部に一緒に備えましょう アイドリッシュセブンが7周年を迎えられるのもマネージャーの皆さんの応援があってからこそです本当にいつもありがとうございますそれでは皆さん7周年一緒に盛り上がっていきましょう7周年まであと1日